大山雄介、神、こいつの率直な感想。これは競合するなと叫ぶレベルの大当たり。ようやく念願のタイトルも手中に収めてしまう。甲子園じゃなければ20本は地中打点いってる。ファーストなのにウォータカインやな。優勝したわけや史実家のそば屋行ったやつおらんのか。多分これがキャリアハイになるんやろなって。神宮なら43本中16打点くらいやな。マルテみたいな成績で好き。今年4番として完成したいところでつ。なんでこんな出塁マシーンになったん。岡本だったらボロカスに叩かれてる成績やなって。MVP は村上よりこっちやな。ものすごい派手ではないけどチームの中心、大黒柱として引っ張ってくれたな。まさに悠然とした大きな三夜名前通りやな。合格や大山、ひいきに欲しいから巨人に移籍してくれ。ファーストの守備もうまいから優秀。ご視聴ありがとうございました。